いやよかった、今日まあ、いるのがほとんど身内の人ばっかりだ。ですね、今日本当に皆さん集まっていただきましてありがとうございます。真ん中の藤山さん ご一族の方が本当にそこにいてくれるのが心強いです。本当に今日はですね、バンアウトボリューム1ということで、前さん企画の、ロックイベントということでやらせていただきます。まず一発目、私たちやらせてもらいます、ハムと言います、よろしくお願いします。じゃあ、まあ、とりあえず1曲目、記憶。
してたんですけども、行く途中ケンジさんの車が動かなくなってしまってやむを得ずキャンセルになったなんで壊れた？クラッチが滑ったんですけど、クラッチが滑って動かなくなって、キャンセルしまったということで、お見苦しくて申し訳ないんですけども、最後までお付き合いください。今日は素敵なバンドがいっぱいいます。よっ、それじゃあ、滑った小話の後に2曲続けて、いきたいと思います。オーシャンっていう
あ、私は今子供もいるんですけども、その時はまだ独身で、まだ学生上がりというか、まあ、若者だったんですけども、まあ、その時の、気持ちを歌詞にしているので、今はあまりこう自分の書いた歌詞がなんかおかしいなと思ってるんですけど、すごい暗いんですけども、まあ、その当時の若い時のもう心の葛藤みたいな感じなんですけど、次の曲は、大変ダークっていうか、なんか暗い曲なんですけど、聴いてください。次の曲
はこれから展開になります。次のバンド用意してください。お願いします。